キージ宮殿はイタリア・ローマにあるパラッツォ。イタリアの閣僚評議会議長官邸として使われている。宮殿はコロンナ広場やコルソ通りに隣接している。アルドブランディニ家のために1562年にジャコモデラ・ポルタが作り始め、1580年にカルロ・マデルノが完成させた。1659年にはキージ家が購入し、その後フェリーチェデラグレカと、 ジャイアブン・バティスタ・コンティーニが改築した。5階建ての建築物で広い階段と噴水のあるうちには大きな書庫がある。閣僚を評議会に使われている会議室1878年に在イタリア・オーストリア・ハンガリー帝国大使の住居となり1916年に国有化された。その後は植民地大臣や外務大臣の住居となった1961年からは 閣僚評議会に使われるようになった。18世紀のキージ宮殿キージ書庫は数千もの様々な写本があり、かつてキージ家出身のアレクサンデル7世の個人書庫でもあった。それゆえ、ベネディクトス15世の代より、バチカンはこの書庫を手に入れようとしたが、資金不足であった。そこで、ピュース11世は、ピエトロタッチ・ベントゥーリをベニート・ムッソリーニのもとに派遣し、 諸行バチカンへ無症状とすることに成功させた。ありがとうございます。